この間のその、黒幹部の人にその話をしたときに、その、朝鮮の話をしたときに、なんだ、日記によりますって、先に池田先生は死なせるわけにはいかないのよって言ったんですよ。だから、あ、もうすぐ死ぬんだなと思って、思いました、その時。なるほど。はい。なかなか、なんて言うんでしょうね。本当、なんか、そのセリフ自体に、仏教をやってる人の世界じゃない？いや、そうですよね。だああ。から、なんか慈悲、こう、仏法って慈悲だからさ。いや、本当に、例えば、日経証人ゲーとかじゃ、例えば間違ってたとしても、私たちはほら、祈って必ずのご本尊様で、みんなで祈るとかすればいいじゃないですか。それもなんか死ぬのを祈るじゃないですか。やっぱりおかしいなっていうか、そういうおかしいな、おかしいなっていうことはやっぱりずっとありましたけど、それ言っちゃいけないっていうのが、ありましたから、本当に本館もずっと言ってましたし、もちろんいいことを話されてる時もありますし、池田先生をそれなりにしんそあの尊敬してるする思いもありましたけど、先生はいつもちょうどはがきより大きいぐらいの紙に原稿が書いてあって、多分一文節ずつ読みやすいように大きい字で書いてあると思うんですけど、こうめくりながらこう話をこうして、こうたまに読みながら、これはいいなとか言ってめくって、自分の言葉で喋ったりして、あ、原稿も人が書いてるんだなって、思っていましたけど、原稿も人が書いてる、でもその人が書いてるのを先生の口から言うことによって、みんながそうねっていう、そういうのが多分あるので、あったんだと思いますけど、本当に自分の言葉で話した時の、やっぱりその、俺がっていうんですかね、全部俺がやったんだって、本当に謙虚な人はそうこういうふうに言わないよなって、思いながら聞いて、あ、でも、いけない、そういうこと思っちゃいけない、もういい、いいなと思ったことだけを聞いて持って帰って、明日から頑張ろうっていう、そういうふうには思ってきたので、なんていうんですかね、もう、だから、